アイオワ州立大学右、アイオワ州におけるストーリー軍の位置左、ストーリー軍におけるエイムズの地域エイムズはアメリカ合衆国アイオワ州中央部に位置する都市。州都デモインの北約 55km に位置する。人口は58,965人。同州ストーリー軍で最も人口の多い都市であるが、軍長は 14km 東、軍中央部のネベーダに置かれている。 ストーリー軍及びブーン軍の二軍からなるエイムズ都市圏は115,848人の人口を抱えている。より広域的にはエイムズは人口70万人を超えるデモンの広域都市圏に含まれている。エイムズはアイオワ州立大学の大学都市である。市中心部の西にキャンパスを構える道学はアイオワシティのアイオワ大学とともに アイオワ州を代表する州立総合大学であり、8学部を有し、100以上の専攻プログラムを提供しているが、もともとアイオワ州立農業大学として設置され、現在でも正式名称をアイオワ州立科学技術大学というところからも、わかるように、工学、農学、生命科学、獣医学といった理系の分野に特に重点を置いている。また、同学は、 スポーツにも力を入れており、サイクロンズというチーム名で NCWA のディビジョン I に属するビッグ12カンファレンスに所属している。1858年にアイオワ州立農業大学及びモデル農場が設置された時、この地にはまだ町が形成されていなかった。エイムズの町としての歴史は1864年に設置されたシーガーラピッツ ミズーリー鉄道の鉄道駅に始まった。エームズという名は、大陸横断鉄道の建設にあたって強い、影響力を持ったマサチューセッツ州出身の連邦会員議員、オークス・エームズにちなんで付けられた。エームズは、北緯42度2分5秒整形93度37分12秒、北緯42.03472度整形9 3 6 2零0 0度、 四四十二点零三4 2 0 3 4 7 2 9 3 6 2 0零0 2 1し、地域面積は六十二点七零平方キロメートルである。市の標高は二百八十七メートルである。市の東には、週間高速道路 i 三十五が南北に通っており、デモインへと通じている。市の南端には、エイムズ市営空港が立地しているが、これは、ゼネラルアビエーションと呼ばれる。 自家用機やチャーター機の発着が主となる小規模な空港であり、最も近い商業空港は、エイムズの中心部から南へ 64km、車で45分を要するデモイン国際空港となる。エイムズの気候は、四季がはっきりしており、蒸し暑い夏と寒さの厳しい冬に特徴を付けられる、気温の年格差の大きい内陸型である。最も暑い7月の平均気温は、 摂氏23度程度であるが、最高気温の平均は摂氏30度まで上がる。ただし、夜になると気温がかなり下がり、最低気温の平均は摂氏16度程度である。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏7度、最低気温の平均は氷点下摂氏12度で、11月から3月までは、ほぼ毎日、最低気温が氷点下に下がる日が続く。 降水量は夏季に集中しており、11月から3月までは月間20から40ミリメートル程度なのに対し、5月から9月までは月間90から120ミリメートルの降水量がある。年間の降水量は約1090ミ、mm、リメートルである。冬季には月間10から15センチメートル程度の降雪が見られ、年間降雪量は約65センチメートルである。 ケッペンの気候区分では、AMs はアメリカ合衆国中西部に広く分布している、アカン体質準気候に属する。以下に AMs 市における1870年から2010年までの人口水位をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。